はるです。今回もですねお絵描きしていくんですけれども、今回の絵はねいつもと違うモリモリです。もうね私最近、透明水彩とかアクリルが多いんですけど、もうその中でもね立体アート、メディウムをたっぷり使った、自分の中でねモリモリアートって呼んでるんですけど、それをねもうメインで描いてきて、いろんなペインティングナイフとか絵の具とか使ってきたんですけど、今回はねそのペインティングナイフを新しくね購入したので、それをメインで使っていきたいと思います。今回はね以前から私がもう推しのショップでやっとね購入ができたので、それをね使っていきます。それがねこちらなんですけど、もうねインパクトすごいよねでこのショップはもともとね海外のみの発送だったんですよ。で私結構前から日本にも送ってくださいっていうねしつこいメールをちょっと送ってて、ついこの間ね全国発送のね対応ができるということで、もうやっと欲しかったものが手に入るってことで、もう爆速で購入したナイフなんですけど、もう見ての通りねめちゃめちゃ分厚くて、もうモリモリアートをするためだけのナイフみたいな感じで、この幅が広いと何がいいかっていうと、もうね今までできたことがない形が生まれるんですよ。で私いつも、太いやつも使ってたんですけど、幅が広いのは持ってなかったんですよね。めちゃめちゃ長いナイフとかこう丸いナイフとかはあったんですけど、なのでそういうので描くと、過去にも描いたモリモリねこういう感じでこうシワが寄りやすいっていうか、細かな波がいっぱいできるようなイメージで、これはこれでね私めっちゃ綺麗で自分でお気に入りなんですけど、今回は幅が広いので、この一発描きみたいなこの盛り上げたところがこう一段一段みたいな感じでめちゃめちゃ綺麗にできるんですよ。これ伝わるかなとりあえず盛り上げがめちゃめちゃ綺麗っていうことで、もう結構ね一発描きで緊張してたんですけど、色の出具合盛り具合完璧な猫が生まれたので、ここからね完全に乾くまで待って、徐々にね周りを描き足していこうかと思います。で今回のテーマですね、描きながら考えたんですけど、テーマは先に言っちゃうと個性にしようかなと思っております。でやっぱりねこういうモリモリのアートって私 2,3 年前ぐらいかなからずっと描いてるんですけど、この絵自体は昔から描いてて、で画家になろう、絵で頑張って生きていこうって思ったのは会社を退職してからなんですよね。でっていうのが4年5年前ぐらいなんですけど、その時にね新卒で入った会社を退職してるんですよ、すぐに。でその瞬間ってリアルにお金がマジでなくて、それはそうですよね、会社辞めてるし、私貯金とかもほぼなかったんで、もう5万切るぐらいのお金しかなかって、でその時にね絵描いたことも見たこともないような人たちに、画家になるの、めっちゃ難しいで、頑張ってなとか、いやこんな絵じゃ売れへんでとか、もう散々言われてたんですよね、その時会社辞めた瞬間って。いやなんで、私は絶対に頑張ってみせるからって思ってたんですけど、やっぱりこうメンタルが来てくると、やっぱ私の絵ってあかんのかなっていう風に、そのマイナスなイメージになることが多かったんですよね。でそういう時にコメントで、ツイッターやったかな、多分ツイッター、X かのコメントで、はるさんの絵って個性的でなんか好きっていうコメントが来たんですよ。ツイッターかな、YouTube とかやったらごめんなさい。でそのコメントにすごい救われて、私の描いてきたこの絵って個性があって、やっぱり描いててよかったんやっていう、その自分の、描くスタイルとか描き方っていうのをすごい肯定された気がして、めちゃめちゃ嬉しかったんですよね。なので、今回その時のことをじゃあアートにしようっていうことでモリモリしていくんですけど、やっぱりねこう絵だけじゃなくて、例えば今自分仕事してるとか、何かに挑戦しようと思ってる、挑戦してるっていう人はいつかね心折れる時っていうか、これでいいんかなって思う時が来る人が多いと思うんですよ。もちろん来ない人もいるけどね。で私はでもそっちだったんで、その時にやっぱり自分の個性って間違ってない、私は私にしかない個性なんやって認めてくれる人っていうのは、こう継続してるとね絶対どこかにいるんですよね。それが親かもしれないし、友達かもしれないし、顔も本名も知らないね世界中の誰かかもしれないし。なのでやっぱりねこう迷ってる人は、自分の個性に自信を持ってね突き進んでほしいっていう意味も込めて、今回はねこの水のようなアートで描き上げました。水ってさ、いろんな形あるやん。もうベチャって流したら、もうその時にしか生まれない線とか立体感とか光の当たり方っていうのがあるように、
やっぱりね、個性っていうのはもうほんま人それぞれ、100人おったら100人違うし、もういろんな形がある。だからこそ自信を持ってほしいっていうね、思いを込めたアートにしました。はい、そんな感じでね、ここまでありがとうございます。他にもね、たくさん動画上げてるので、よかったら見ていってください。じゃあ画力上げていくために一緒に頑張っていきましょう。バイバイ。